どうも、こんにちは。リュウボンです。メタルギアソリッド5。続きやっていきます。微妙に噛みそうになるっていう。はい。実はね、前回やっぱり悔しくてね、最初からやり直したんですけど、見つかりましたね、またね。もう、どうやっても見つかる運命にあったようです、どうやら。なので、とりあえず、前回は完全なる不注意でしたけど、まあ、今回も不注意っちゃ不注意だったんだけど、前回ちょっとひどすぎた。もう、何も考えずにペペーって歩いたら、ああ、見つかったみたいな。あれはちょっとね、悔しかったので、今回は、なんだろう、まあ、凡ミスっちゃ凡ミスなんですけどね。まあ、基本的に、まあ、どんなものでも、何でもミスは凡ミスですけど。はい。で、ちゃんと気をつける。しっかりとチェック。後ろ側もちゃんと来ない？大丈夫？オッケー。で、人がいる方から攻めていきましょう。ねー。さあ、こっちだ。今何があった？偶然か。あ、あれか。はい。うん。まあ、やっぱりどうしても物欲が強いんでね。どうしてもね。物があると、立ち止まっちゃう。あ、これあれか。あ、ここまでは普通に行けたんだったね。そうでした。で、この後でしたね。そうだそうだ。まあまあまあ、いずれにしよう。これさ、滑り落ちない？大丈夫？大丈夫かな？なんかさ、ギューってやんなくても、もしかしたら、まあいいわ。え、似てるんだよね、そこに。何の音でしたっけこれ。そんな気にしなくていいんだっけ。で、弾薬は別にいらんな。うん。こんだけバン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 やって大きいんだ。前回はね、ここの先のところで、なんかだべってたんだよね、二人が。もう、さも、井戸端会議のごとくね。それに気づかず、てててーって歩いてしまったって。この辺じゃないな。もうちょっと先。よね、まあ、この辺だよね。あ、何これ薬草の位置が見えるぞ。なぜだい。え、そんな、え、それは俺が何かやったからかい。え、しかもさ、え、まだまだ、あ、入手済みか。あ、だよね。そりゃそうだよね。あ、車が来る、ね。じゃあ、この先で、俺はどうやら、撮ってるらしいので、落としな。よし。もう一個あったらいいな、みたいな感じで。薬効植物でもね、これ、大事ですよ。で、なんかね、二つ一組、みたいな感じがしますね。二つで一つ。ユン・アン・ヤンみたいな歌があったよね。これさ、なんかあれか？見つかっちゃった的なやつか？ピピーンとか。多分。まあ、ね、通り過ぎたところだから、まあそんなに大したことじゃないでしょう。さて、大事なのはこっからだよ。あ、これでみんな目覚めたりするんだよね。そう、ああやって。うん。ちなみに俺がやってきた人たちも、あ、今は、ちょっとあれだね。で、こいつらがまだ寝てるんだ。へぇー。個人差があるのかな？特に、銃とかもね、使ってなくてさ。
お、しまった。いらないんですよね。ええー、マジこれ。ダンボールがね、これ。これいいっすよね。メタルギアソリッドの伝統芸、伝統隠し芸と言っても過言ではない。もうこれいいんだけど。違うな。これサプレッサーってどういうこと？これ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 。これどうやって？あ、すげえな。ダンボールの扱いが神だな。まあ、言っとく？いや、やめとこう。丸々なだけにって言うとしたんだけどね。そういうのを言ったらもう言ったらね。言ったらおしまい。それはただのダジャレとカス。言わないことが大事。ちょっとやっぱり死人するまでは不安だな。あいつら。俺を見つけたやつら。これどうやったら。いる？いた。あ、なんかボロボロになってきてる？なことない？あいつらずっと喋ってたんだろうな。俺がちょっとここでもたもたしてるかな。あ、おそらく。なるほどな。段ボールがあるか。あ、なるほど。こんなことができるのね。ただ、ターゲットの通信設備がどこにあるのか双眼鏡で偵察するんだ。何？なんで？わわ騒ぎを出した。通信兵だからか？騒ぎを聞きつけたのかな？間違えた。ちょっとさ、このボックスマジいらないんだけど、分かってるな。ちょっとわからんな。なんであんなに。まあいいや。ここ俺前来たことあるかもしれないな。フリーミッションというか。ミッションを受けてない状態で、ここに来たことがある。これ壊したいよね、これ。みんなの持ち場を壊して、全員無職にしてやりたいぜ。何もやることねえだろうみたいな。ハローは行け、ハローは、みたいな。さて。いるだろ？電気とかってさ、壊せんのかな？間違えたね。サプレッサーがなぁ。だいぶ暗くなったね。おっと、いたいたいた。ちょっと高いところに登って安全に見ていきたい。この辺、ここだったらいいだろうな。うん。あの通信兵がなんかワイワイ言ってるのは気にしない方が良さそうだ。多くね？これじゃない？よし。アンテナは他にもあるはず。
ースだ。探してくれ。どうせ高いとこにあるんでしょ？アンテナだから。全然見つかんないけど。お、ポスターだ。え、な、あ、ちょっと待って。まだ？まだ？もう、ないよって言いたいけど。多いね、敵。あ、これ？違うだろ、これは。うん。でもなぁ、ターゲットの位置はちょっと把握しとかんと動けないよね。いや、もう行こうかなって一瞬思ったんだけどね。お、車が行ったね。ないだろ、普通に考えて。もう。いやーでもこれちょっときついなぁ。ここ難しくないか？あそこに二人で行動してる、こう、遊撃隊みたいなのがいるんだよね。遊撃部隊みたいな。で、ここも二人で鬱陶しいし、ていうか警戒してるし、そもそも。警戒解けるまで待つ。とか。あんま待ってるとね、あった。夜明けちゃうしね。おい、反応しろよ。え、絶対これでしょ。まあいいや、見つけたし。警戒してるなぁ。あれがある限りはちょっと、あいつらがいる限りは無理だよね。先っぽか？もういいよ。もう。いいよ。もう直接行くよ、あれ。スナイパーライフルでズドンと行きたいところだね。とりあえず、あっち側の上から行くのが正解っぽいね。偵察はこの位置で良かったかなと思ってますね。難しそうだな。思ったよりちょっと大変そうですね。ここが正解っぽい。ここっから取れば、いいの？ほら。そいつがターゲットだ。よし、全アンテナの位置を把握した。3機すべて破壊してくれ。方法は任せる。方法は任せると。ああやってうろうろしてる奴がいる以上、気絶させておくことはもうできないと思った方がいいな。って考えると、まず、こいつだよな。わざとだよ。嘘です。すいません。ちょっとビビりました。何？来たぞ。他のやつも。来ないだろうな。よし。なんと。よし。こっちから来んかい。当たった。さて、どこに隠すかだよな。トイレとかないっしょ。
もう、遥か遠くに連れていくしかないよね。もう、びっくりするぐらい遠くに連れていくとか面白いけどね。どこだよ、ここつって。無線も通じねえよ、みたいな。まあ、まず俺が移動するのがまず大変だけどね、それ。どんだけ走りゃいいんだよって。まあ、そうだね。そんな、今のって、石か。やはりまあでも、簡単には、戻れないところには置きたいけど、距離で稼ぐしかないね。ちょっと待って。オッケー。思った以上にね、落ちちゃったね。びっくりした。で、これであそこが若干、お!砂嵐が来たね。これがチャンスだよね。ちょっとその場にいなかったのが、入れなかったのがね、残念だけど。ちょっと俺もわかんねえな、これ。ちょっと待って、これを、もう今のうちに登って、どうやった?そんな無理やん。熟練兵。もっと吐け。また?うん。命を助けてよ。しかしなぁ。あいつすげえ遠くにね。いや、俺がやったんだけどさ。やってんですけど。